うまっ。今日は突然回してみてます。これから餃子を作るんですけど、作る間が暇なので撮ってみてます。超無計画です。もうね、種は作ったから包むだけなんですけど、大判の皮を20枚入り買いました。よいしょ。餃子が大好きで、餃子ばっかり作ってるんですよ。もうなんか餃子の皮を包んでいる時間ってすごい好きで、子供の頃からね、なんかこう子供の頃はよくお母さんとかお姉ちゃんとか弟とかと、お父さんをはぶったわけではなく、お父さんは仕事で結構遅くまでいなかったのでなんですけど、なんかこうね、話しながらこの手元を動かしてるのが、包んでる時間がすごい私的には楽しい時間で、なんか餃子を食べるっていうことよりこの時間を楽しみにしてる気がする。プチ情報なのはこの YouTube なんですけど、まあ、なぜ始めたかは、私の、すいません、すごい携帯が鳴ってるけどちょっと手が汚くてマナーモードにできない、ちょっとごめんなさい、うるさかった。そう、まず私のお姉ちゃんの旦那さんがカメラマンさんなんですね。カメラマンさんって言い方で合ってんのかな、写真家さん、スチールを主に撮っている人、映像も撮ってるけど、すごい姉夫婦に仲良くしてもらってて、本当によくお家に遊びに行ったりとか、なんか一緒にね、私もこういう仕事だからプライベートで撮影してもらったりしてて、私のこの YouTube とか Twitter のアイコンもそのお姉ちゃん旦那さんが撮ってくれてて、で映像でも何かやりたいねっていう話をしていて、試しに作ってみようってことで、私がその時ハマってたバナナジュース作りを撮ったのiPad で、なんかもう何にも準備してなかったから、すごい音楽とかかけながらやっちゃって、お蔵入りなんだけど使えないものになってしまったんだけど、なんかその時にすごい、あ、面白いかもってなって、試しにやってみたら、ちょっとこれは楽しい場所になるかもしれないねって盛り上がって、で事務所にお願いしてやらせてもらうことになって、だから基本的にはそのお姉ちゃんの旦那さんと、まあ、プライベートな時とかにもこういうのやりたいねとかっていう話の延長で撮ってます。そうだから今後ね、なんかみんなあんまり出たがらないので、無理にはあれですけど、なんかお姉ちゃんと料理とか刺繍とかする時間もすごい楽しいので、なんかできたらなって。そうだから、なんか声とかね入ってるかもしんないけど、それはそのお姉ちゃんの旦那さん、通称おももです。おももよろしくお願いします、これから。うわー、ちょっと見せたい、見えんのかな、餃子です。あ、逆じゃん、餃子です。手が入っちゃってるけど、なんかこの間ね、部屋の掃除してたら、なんか何年か前につけてた一行日記みたいなのが出てきたの。多分ね、ちょっと私もあんまり覚えてないんだけど、読んでみると、なんかその日あった
った嬉しかったことみたいなのをなんかほんと一言とかバーって書いてるのね。なんかその中にちょっとノート持ってこな、こよ、ちょっと待ってね、これを入れたら、包んだら、ね、ミニオンにすごいハマってた時があったから多分ね、19、20歳だと思うんだけど、なんかその一行日記なのに本当にしょうもないことしか書いてないのね。でその中にこれ見える？ちょっと恥ずかしい。なっちゃんが来た、わーい、いっぱい喋ろう、ゲームしようっていうのがあって、なっちゃんってお姉ちゃんのことなんだけど、どんだけ好きなんだよっていうのでお姉ちゃんに送った。お風呂あったかい、洗濯終わった、イエーイ、みどりちゃんたちが元気って書いてあって何これは洗濯終わった段階で書いてたのかな、意味わかんない。もう最近はね、夏だからまた凪のおいとまを見たりしていて、赤い、やだ、どうしよう、なんか飛ばしてください。ビール飲んだから だよね、すいません。うん、肌も荒れてるし、やばい、これ出すのか、ちょっとなんかお蔵入りになる気もする。まあ、いや、でその凪のおいとまを見ていても大好きなんですけど、凪のおいとまのあのサンプル、なんて言うんだっけ、サウンドトラックを聞きながらなんか掃除したりとかするの、すごいなんかなぎちゃんになった気持ちになれて、すごい気持ちが穏やかになります大好き、あのドラマもう本当に大好きで、あの漫画ももちろんすごい面白かったんですけど、録画去年したのをまだあの保存してあって、それを見ながらご飯食べたりしてます。よし、もうすぐ終わっちゃうよ餃子作り。お米食べちゃおうかな。普段はね、一応夜は炭水化物は控えようと思っているんですが、やっぱ美味しいよね炭水化物って。よし、これでとりあえず全部包み終わりました。あ、ゴミ見せちゃったこっちだね、ちょっと待って。これでさっきのやつの方が綺麗だ。これね、はい、包み終わりました。じゃあ焼いてくるんで、あのちょっと焼くのはちょっともう撮影する準備何もできていないので、焼き終わったらまた戻ってきますすいません。じゃあまた後で。熱い、できました。あ、見えない、こんな感じです。餃子。ちょっと焦げてる部分もあるけど。
美味しそう。あとね、冷ややっこ、なんかネギとかなめたけとかきゅうりとか乗せました。ご飯もちょっと入れちゃった。よいしょ。いただきます。ね、熱すぎんだけど、ちょっと焼いたからさ、今ちょっと冷まさないっていう、やばい、顔が真っ赤すぎる。フィルター飛ばせんのかな、メガネ取る。なんかもう顔切りたいんだけど。どう、もう餃子にやってこう。餃子側にね。どういう動画だよ。いただきます。じゃあ冷ややっこから。これ大好き。なめたけとかネギとかきゅうりとか生姜とか乗せて、めんつゆとごまだれだけちょっとかける。うん、うまっ。これ大丈夫ですかね、やっぱ戻すか。早く、お米もビールも欲張りすぎてる。まあいっか、明日休みだし。休みじゃない、ん、ん、そうだ、日にち変わったんだ、明日あるわ。やば、めっちゃニンニク入れちゃった。まあ、まだ6時だし、ブレスケアしよう。